おはようございます、小前です。今日ちょっとですね、曇りと雨なんですけども、こういう気候はですね、ちょっと部屋で犬肉遊びをしてみたいと思います。コメント欄ですね、ちょっとまあ持っている肉を全部紹介してほしいということで、ちょっと遅くなりますが、まあもちろん亡くなった犬肉もあります。今持っているもので、ちょっと犬肉を楽しみたいと思います。スタート。今回ですね、コメント欄でいただいた、インクをですね、まあ、持っているものだけになりますけども、まあ、紹介してほしいということで、今このシリーズで、楽しんでいます。もう一つ、モンブランの、ラベンダーの色はあったんですけども、もうほとんどゼロに近いので、今のところこれだけですね。まあ、一つ一つ見てみましょうか。まずはセーラーの四季折シリーズですね。こちらヨナガになります。非常に濃い黒に近い紺ですね。こちらが一つ。そして四季折シリーズで若ウグイスですね。四季折の雪あかりですね。そして一番多く使っている蒼天。でタッチャの代々ですね。ああ、これパッケージについてしまったですね。ちょっと移動時にですね、ここ取れたんですかね。非常にこのインクボトルがかっこいいですね。で色しずくシリーズ、あともう一色ぐらいありましたけど、なくなってますね。つくしですね。色しずくのインクボトルも非常にいいですよね。そして最近購入したこちらですね。これをちょっと、書き比べ、してみたいと思います。並んでると非常に綺麗ですね。今回もお気に入りのガラスペンですね。非常に美しい。ちょっと前回焦りましたけども大丈夫かなと思います。紙はですね、こちらまた新しくスケッチブックを購入しました。前のがなくなったので、ダイソーで丸まん、価格は200円になりますね。こちらで色を乗せていきたいと思います。
こう並んでいると非常にいいですね。よくこうボトルを並べている動画をよく見ますけど、やはり美しいものです。夜長から行きましょうか。結構濃い色ですね。ガラスペンでこういう感じですね。非常に美しい。描いてみましょう。今日の赤、はい、気持ちがいいですね。なるほど。綺麗な濃紺ですね。日本語も書いてみましょうか。やはりこの紙の表情があるとよりガラスペンの音が心地よく感じますね。そして次は若ウグイス。綺麗ですね。実に美しい。ペン先を見ていると癒されますね。若ウイス、ちょっと難しい感じなのでひらがなで。かなり薄いですね。かなり薄いですね。画面に映っているかが心配ですね。なるほど。雪明かりですね。美しいですね。このガラスペンに染まる色味は本当に癒されますね。かなり涼しいですね。装点ですね。安心する色ですね。装点。
りこのぐらいの最低の濃さがあるとですね、あと錯覚かもしれませんが、インクによって書き味が違うような気がしますが、錯覚ですかね。色塗りシリーズは終わりですね。タッチ、この色は本当に好きなんですよね。特にラミー2000とはすごくいいですね。いや綺麗ですね。本当に見とります。大体やはりガラスペンよりもラミー2000で描いた方が濃く感じますね。もちろんペン先の太さにもよりますが、かなりこれ細いですもんね。綺麗ですね。ボトル本当に気持ちがいいですよね。最近使っていないのでどうでしょうか。美しい、これもまた綺麗ですね。いいですね。このぐらい濃いと安心感がありますね。本当に錯覚だと思うんですけども、色合いによってで書き味が変わるのかなと思いますね。すごく書き味がいいです。どうなんですかね、インクの色によって実際違うのかどうか。はい、次はエルバンですね。読み方がコーラルトロピカルだと思います。ひょっとしてガラスペンってペンを寝かせる方が書きやすいような気がします。これは私にとっては嬉しいですね。今はですね、ここを持ってですね、一番太いところを持って描いてると、もちろんこの角度がですね、こういう縦型になります。そしていつものようにもう少し後ろを持つと寝かせる感じですね。こっちの方がスラスラ描けてるような気がしますね。美しいですね。そして
見事にペン先が綺麗に染まりますね。これは全く読めませんので、英語でアルファベットで書きます。マリ色合いが出ませんね。やはりインクフローがですね、どうしてもインクの色によって違う気がしますね。不思議ですけども、錯覚なのかな。時間も楽しいですね。インクボトルいいですね。意外に良かったのがつくしですね。非常に書き味が気持ちが良かったです。どうしても、雪あかりとかですね、一番最後のこの緑の薄くてですね、あれですけども、やはり濃いこの夜長もさせも気持ちがいいですね。やはり蒼天は安心でいる濃さ、スタッチャーの代々もですね、あまり濃く描けないので、うんって感じですね。またどんどん買い足していって、このような形で紹介できればなと思います。インクボトルって綺麗ですね。はい、いかがでしょうか。ちょっと錯覚だと思うんですけども、インクの色によって書き味が違うような気がするんですね。その辺もちょっと検証してみたいなと思うんですけども、今回はですね、持っているインク、やはりそのガラスペンと万年筆ではまた違いますし、やはりそのペン先の太さによっても変わります。ぜひ皆さんもこういう楽しみをしてください。もしこの動画が楽しみではいいねボタン、チャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。